ゲバ営業所、東急バスゲバ営業所は、東京都世田谷区ゲバ一丁目三二に位置する、東急バスの営業所。主に、世田谷区下馬、野沢地区、目黒区有天寺周辺の路線を管轄する、東急バスの営業所である。営業所の略号は SY、SI。東急トランセゲバ営業所と、同一に所在する。東急トランセも、三照ゲバ営業所の敷地は、かつて、 東急バスの観光部門の営業所として使われていたもので観光バス事業の縮小に伴い観光バスセンターは1994年9月30日に大橋営業所下ば観光支所に格下げとなっていた1998年4月8日に東急バスが100%出資する子会社の東急トランセを設立し同年7月28日に東急トランセが 営業開始して直営路線の大館山巡環線を運行開始するにあたり観光バス事業は高津営業所に移管された。翌1999年年より東急バスの路線を東急トランセへ運行委託を開始するにあたり1999年8月1日に東急トランセゲバ営業所に隣接する営業所として東急バスゲバ営業所が新設され 大橋営業所から野沢線を移管されて営業開始した。同年度中に渋谷線、関七線の両路線が移管され、さらにこれに恵比寿、三県、茶屋、仙足の各路線を加えた経路路線を受け持っていたが、2010年代になって次々と他の営業所へと移管されていき、一般路線の野沢線のみとなった。現在は、 新設時に東急バスの路線であった全路線が東急トランセゲバ営業所として委託運行されており2001年3月に鶴巻営業所管内でも運行委託が始まるまでは東急トランセ委託路線を持つ唯一の営業所であったこのため当初委託路線は各営業所からこの営業所に移管する形で進められたその結果当時の所管路線は 都内の広範囲に及び接続する鉄道駅も様々となっていた。なお、東京都内を発着する羽田空港業の空港連絡バス、川口湖、草津、今治方面の高速バスの車両は、東映業所に所属するが、東急トランセ直営の路線である。詳細については、東急トランセ空港連絡バス、東急トランセ高速バスを参照のこと。 高速路線バスで東急トランセと共同運行を行う会社の車両の一部は、東営業所で休憩する。現在は、上田バス、瀬戸内運輸、鴨川日東バスの車両が東営業所を使用している。主に、上田バスは前日の夜間から朝まで、瀬戸内運輸は担当日のみ朝から夜まで留置される。渋の70系統、宿97系統時代の運行経路については、 東急バス大橋営業所野沢線を参照1952年4月15日に渋谷駅と下馬野沢地区の連絡を目的として開通した。開通後1年半は渋谷駅から八山、南平台付近を通り西郷橋の下を経由して野沢龍雲寺に向かっていたが、1953年10月16日に渋谷駅東口発着に変更され、大神山、 中目黒を迂回する経路となった。その後、1956年2月1日より、都営バスとの共同運行で東急発の新宿乗り入れ路線として明治通り経由で新宿駅東口まで至るようになり、都営に合わせて3桁の系統番号129系統を名乗った。詳細は、東急バス昭和30年代以降及び、都営バス、 江南支所宿97系統を参照ところが渋谷駅から自衛隊中央病院や公務員共済未宿病院への足としてほぼ同時に開設された未熟線その後に展開された下馬線や渋谷線の登場で宿山下馬地区から渋谷駅へ向かうにはそちらの方が便利となる詳細は東急バス淡島営業所3地域管轄の完成を 山省渋滞等による遅延のため新宿への直通利用が少なくなり、1977年12月16日に共同運行を解消すると、その後は徐々に便数も減っていく。渋谷駅直通も下馬線にその役目を譲る方向性が決められ、1984年2月16日の駒沢営業所閉鎖に伴うダイヤ改正の際に、 中目黒駅発着の折り返し便が設定された。そして、1988年2月15日限りで渋谷駅発着便を廃止。その後は、中目黒、野沢龍雲寺を結ぶ短距離の路線として運行していた。1993年には野沢折り返し所の廃止に伴い一部経路を変更し、下馬一丁目以が渋32と同じ形態の循環路線となり、 1999年8月1日には、東急とランの委託第1号路線に選ばれて、大橋より移管された。2003年、中目黒駅近くの旧、千代田製命ビルが、目黒区総合庁舎となったことを受け、同年1月16日に庁舎との連絡を目的に、目黒駅へ延伸、黒霊宮が新設された。2004年5月17日には、平日の中目0一が、 すべて黒0級となり、中目0一は土曜、休日の朝の出港中目黒駅始発1便のみとなったが、現在は黒0級、小松き神社始発中目黒駅業として運行されている。このダイヤでは、中目黒駅到着後、折り返して中目黒駅始発、野沢龍雲寺循環目黒駅業となる。現在は1時間に3本前後が運行されている。 一時期中型車を使用していたが、2018年9月より、順次大型車も使用されている。入庫便として、ゲバ営業所業も運転され、基本的には、野沢流雲寺を経由するが、目黒駅発の一部は、野沢方面に行かず直接ゲバ営業所に入庫する便もある。出庫便は、営業所建て替え前は営業所構内に、バス停あり、 本路線以外にも関七線や渋谷線が使用していたが建て替え後に校内のバス停が廃止されたため現在は小松な義神社始発で運行される2016年3月1日に恵比寿線と専属線が移管されてからは下馬営業所の一般路線はこの野沢線が唯一となった1959年5月1日に渋谷駅都立大学行きが谷から 下丸子池上駅大森駅の運行が開始されたのが始まりで、当時は、淡島池上が担当した。ただし、これ以前に、池上担当で、大森駅行きが谷を結ぶ路線があり、渋谷線はこれを延長する形で成立している。この経緯から、池上側より渋谷へ向かう路線ということで、渋谷線の線名がついた。その後、定時性の低下に伴う、 長距離路線分断の流れの中で、1981年5月26日に、渋谷駅マリコ橋と電園町を駅、大森総社所に分割された。詳細は、東急バス池上営業所下もマリコ線を参照なお、渋33の北側は、三宿線、下馬線などの平行路線があり、南側は、東急電鉄の路線がすぐ近くを走っていることから、 シブ33の独自性は低く、1988年にシブ34が運行を開始し、さらなる運用効率化が図られた。1989年12月16日、マリコ橋折り返し所の廃止に伴いシブ33の発着が玉川園に変更され、1999年8月24日をもって下馬に移管され、東急トランセへの委託路線となった。 2002年10月16日にはトランセイタク後初の大規模な改正があり、玉川駅からの折り返し便に相当する玉01が運行を開始、渋34も発着点が東京医療センターに変更された。これにより渋谷駅玉川駅を通し運行する渋33は朝のみの運行に縮小されている。2003年6月16日のダイヤ改正により、 渋三32の深夜バスが新設され、深夜バス及びその直前の便をゲバが受け持つようになった。2011年3月1日のダイヤ改正では渋三33が平日のみの運転となり、渋三33の一部と多摩01が瀬田に移管されて、雪が谷線に変更された。2014年9月1日のダイヤ改正で、淡島営業所の担当に戻された。ちなみに、 雪が谷と大森駅の間には、渋谷線とは別に、池上営業所と京浜急行電鉄の共感路線、空港線が存在した。空港線の運行ルートは、専属池大田区役所前が、池上単独の大森線と重複し、専属池では乗客を乗せたままバス展開所で折り返していた。東急が撤退し共同運行を解消した後も、 京急はそのまま円11として運行を継続。1993年には羽田空港、国内線ターミナルが移転するも、国際線ビル打ち切りで残ったが、1998年、大田区役所の蒲田駅前移転で、存続の意味を失ったとして廃止された。詳細は、東急バス池上営業所空港線及び、京浜急行バス、羽田営業所。 1990年代以降に廃止された系統を山照と A バスと、相互乗り入れをしていた大森総社所新宿駅西口間の路線が、前進で、1984年2月15日に分割されて、大森側が現在の森91系統となった。1999年10月16日付で、大橋から下馬移管され、同時に東急トランセ管理委託路線となった。 ゲバ営業所への出入庫のため、ゲバ営業所の沢交番前から新大田駅、ゲバ営業所の沢隆雲寺、大森総社所の出入庫系統があったが、2014年4月1日のダイヤ改正で、ゲバ営業所発着系統のゲバ通り部分はすべて廃止、短縮され、新大田駅若林交番、野沢交番前新大田駅前、大森総社所、野沢隆雲寺となった。 2014年6月1日のダイヤ改正で、ゲバ営業所から鶴巻営業所へ移管された。入出小便は、大森総社所小窓目、新大田駅前若林交番、野沢交番前新大田駅前に変更された。都営の宿91系統は分断後、野沢銀座から野沢龍雲寺折り返し所まで、改装の上折り返していたが、同折り返し所の廃止により1993年に、 駒沢陸橋へ延長した後2013年3月31日をもって、東急エリアの駒沢陸橋から新大田駅前間を短縮、新大田駅前で完全に分断される形となった。詳細は、東急バス鶴巻営業所間7000及び、都営バス、杉並市所宿91系統を、参照1950年、旧目黒自動車運輸の目黒駅有天寺駅間を、 復活させ、三軒茶屋まで延長して開業。2002年7月16日にゲバに移り、トランスタクロ線となった。2014年9月1日のダイヤ改正で、若林百貨店循環線とともに、鶴巻営業所へ移管された。詳細は、東急バス鶴巻営業所、三軒茶屋線を、参照2013年8月30日開業。 2014年9月1日のダイヤ改正で、三軒茶屋線と、共に、鶴巻営業所へ移管された。その後、2015年12月1日に、淡島営業所の若林選支部52系統と、統合、新、支部52系統として、当初は停車しなかった渋谷駅を経由するようになった。詳細は、東急バス鶴巻営業所若林百貨店。 循環線を参照駒沢通りにはかつて、渋谷駅東口発着の渋74系統と、東京駅直通で桜新町内切りの駒沢、線こと東80系統が運行されており、このうち東80は、不動前から鶴巻を経て最後は、駒沢が担当した。その後、東80系統は、恵比寿駅を境に分断され、 恵比寿伊勢が目三33系統として運行される。渋74も渋谷駅と恵比寿駅の間が廃止され、恵比寿駅から、洋賀・農大前、千歳船橋を経由して、蘇師ヶや大倉駅を結ぶ路線となった。しかし、駒沢線は、恵比寿線に吸収される形で1981年に廃止となる。詳細は、都営バス、江南支所東八十系統及び、 東急バス駒沢営業所駒沢線を参照1994年1月17日付で再編成が行われ、溶岩駅を境にめぐま32と洋麗市に分断された。これは駒沢通りでの慢性的な渋滞によって発生する折り返し便の遅延を減らすことが狙いだった。蘇賀や大倉駅にバスターミナルが新設されるまでは、 一つ手前の祖師ヶ谷大倉で発着していたが、駅前バスターミナルの新設で祖師ヶ谷大倉駅まで延伸されている。2001年3月1日、世田営業所より移管された。ただしげば営業所の位置が、路線の途中で早朝、最終バス間際に全線通しで運行がしにくい。ことから、同年3月16日より、その時間帯に限って、世田担当便が復活。 同営業所の洋画線の一部として運行している。時刻表にも瀬田担当便である記号が記載されていた。詳細は、東急バス、瀬田営業所洋画線を、参照2014年6月1日のダイヤ改正により、翌6月2日の運行から平日のみ、恵比寿駅中町5丁目のシニアバスが設定された。同改正により、恵比寿駅、 森屋図書館の区間便が土曜日に1便だけ復活している。出庫時には5本目発、入庫時には、恵比寿駅からは森屋図書館泊まり、瀬田営業所行き、洋賀駅からは三谷泊まりが運転される。2016年3月1日、下馬営業所から瀬田営業所に、瀬田担当便を含めて、全便2館、トランスエイタク宅前の書館に戻った。詳細は、 東急バス、接待営業所エビス線を参照1952年6月25日に東急百貨店清水が開通し、1954年7月25日に、先足まで延長。1957年7月13日からは、大岡山経由で専足池に至る便も運行されていたが、1970年代に現行経路となった。なお、自前から、 専属駅間は、戦前に、目黒蒲田電鉄が運行した路線と重複する。東急バス上原営業所目蒲田電鉄発のバス事業、及び、東急バス目黒蒲田電鉄のバス事業も、参照有点時2丁目交差点以降の目黒中央、中学校専属駅は、清水付近で目黒通りを横断する以外はもっぱら、住宅街を通行する。沿線には、実装産小学時、 名県産有天寺、京王産園有寺といった著名な寺院、仏閣があり、目黒区役所への足としての重要な役割を担う路線でもある。水道局目黒営業所前から、清水更新は交通規制により、専属方面と渋谷方面で通行経路が異なる。そのため、中央町二丁目は専属方面のみ、清水は渋谷方面のみ停車となり、中央町は、 それぞれの停留所が約200メートル離れている。この区間は共愛路のためあたり路線は中型車限定運用となっている。開通当初、この付近ではご本気から目黒通りへと直進するルートで往復とも運行されていた。東急目黒線専属駅のホームは地下にあり、ホーム直上に駅舎と東急ストアが建てられている。バス乗り場は駅舎と東急ストアの間にあり、 駅改札の裏側にあたる。2007年3月16日より、目黒営業所から、ゲバ営業所へ移管、同時に、東急トランス委託となるが、2016年3月1日には、トランス委託を解除の上9年ぶりに、目黒営業所に再移管、本社直営路線に戻った。ゲバ時代の出入庫は、渋谷駅側からの有点自発議、専属駅側からの目黒中央中学校、 発着として、運行で、サービスプロバイダーの交代は、水道局目黒出張所前で行っていた。詳細は、東急バス目黒営業所専属線を、参照三十四台のバスを配置。日野、三菱不装、椅子図の車両が配置されている。かつては、各営業所から経年者がかき集められ、特に、富士重工五イーボディ社の最終経全車両が、大橋、鶴巻、池上、 川崎、新羽根の各営業所から集められ、自家用ナンバーの教習用車両として運用していたのが特徴だった。その後、教習施設は高津に移管された。2016年の恵比寿線一0移管前は、大型車も配置され、大型車は原則恵比寿線、中型車は野沢線、専属線を中心に使用されていた。恵比寿線一0移管後、 一時期一般路線用の車両はすべて中型車に統一されていたが、2018年9月より、野沢線が順次大型化され、大型車の配置が復活した。渋谷線と野沢線を受け入れた当初は、淡島営業所から転入した、三菱不装、エアロミディ MK と新車の三菱不装、エアロミディ MJ のみという構成で、大型車は、関7000いいに、鶴巻営業所から、 同性の U33 及び UA440 が、エビス繊維管事に、世帯営業所から、三菱不装、エアロスターが転入していた。現在、大型車は、空港リムジン車のみ配置され、渋谷空港線と双子空港線で使用される。主に環7線で使用されていたナロー車は、環7線以菅と同時に全車が、鶴巻営業所に転出し、 大型車もエビス線移管に伴い全車が、世帯営業所に転出した。一般路線車はすべて中型車で、日野、レインボー2と、ド、トラックス OEM 車の三菱負装、エアロミディ S が配置され、日野、レインボー2の内 SI1126 号車は、東急バス創立20周年を記念し、観光バス初代塗装となっている。空港リム人車と高速路線車は、日野、 三菱扶装、伊須津の車両が配置される。ありがとうございます。